サンフランシスコちょっと治安の話であんまりいいこと聞かないので、まあ恐る恐るにはなりますが、楽しんで旅行していきたいと思います。では、あー、ホームレスの人がいっぱいいます。なんか絶対に近づくなって言われてるテンダーロインっていうところがホテルのすぐ近くなんで、ちょっとビビっている。とりあえず今日フィッシャーマンズワーフに行きたいと思います。唯一ね、今日晴れてる一日なので貴重な一日です。めっちゃ坂です。何度階級者あるんだろうか。足腰鍛えられるんだろうね、これで。サンフランシスコの人たちは行きは歩いてみて、帰りつらかったらケーブルカーに乗ろうと思います。結構すごい坂道で、ジェットコースターみたいな街並みです。ケーブルカーだ。結構ちっちゃい。ここはチャイナタウンの近くなので、チャイニーズホスピタルとかもありますね。めっちゃイタリアしてる。でも私はフィッシャーズワーフに行きたいので、フィッシャーズワーフはあっちかな。めっちゃいい天気で嬉しい、ね、街エリアによって全然雰囲気が違うのが面白いですね。この辺まで来ると、フィッシャーズマンワーフら辺まで来ると、だいぶ安心というか治安良さそうな感じがします。雰囲気が全然違う。着いたー。すごい大音量でパフォーマンスしてる人がいる。なんで海沿いに人ってのはこう観覧車を撮りたくなっちゃうんですかね。なんか倉庫みたいなカフェがある。バウディンベーカリー&カフェ。わー、すごい、いっぱいいろんなのがあります。どうしよう。ここでクラムチャウダー食べるのもいいな。なんか良さげじゃないですか、外で。でも多分ね、いろんなとこに売ってんだよね。どうしようかな。行きたいところがいっぱいあって悩んじゃう。なんかこのボーディンベーカリーがやっぱり有名っぽいので、ここに行ってみようと思います。クラムチャウダーね、書いてあるし。 12.79 だ。いろんなメニューがあります。入ってみよう。こんな感じの店内で、うわ、広い。あ、お土産も売ってる。かわいい。犬用のおもちゃも売ってる。硬いし、ピピなる。この外の席で食べたいと思います。めちゃうだな。具がゴロゴロ入ってますね。うん、まっ、めっちゃ美味しいです。貝のね、旨味がね、めちゃ出てる。めっちゃ美味しい。海の近くで食べるっていうのもまた美味しい秘訣なのかもしれない。私は全然一人じゃ寂しくないんですけど、まあ、ここなら全然誰も一人じゃ寂しくないと思う。おすすめです、一人旅に。このね、サワードっていうちょっと酸っぱいパンを、カメラマンがいないと一人できつい、ちぎってつけて食べる。美味しい、めっちゃ美味しい。
高だよ、この場所。腹ごしらえ完了したので街ぶらしてみたいと思います。ゴールデンゲートブリッジが見える、あっちのゴールデンゲートブリッジに近づこうと思います。ここもね、すごい穏やかなね街ですよ。でもシャボン玉待ってるもん、こりゃすごいですよ。ローラという可愛いお店に来ました。ローラサンフランシスコ靴下、ゴールデンゲートブリッジの靴下が売ってる。オールソックスだって 12.95、 さっきのクラムチャウダーと同じ値段だわ。フィラデリの工場があるっぽいので行ってみたいと思います。行くとこいっぱいあるな、サンフランシスコ。なかなか楽しい街ですね。ハンドメイドローカリー、うわ絶対かわいいじゃん。イースターだからイースターのものがいっぱいあります。ウサギ、サンフランシスコグッズがいっぱいあります。かわいい。入ってみるか。多分普通のチョコ屋さんだと思うけど、チョコ屋さんですね。フィラデリはね、サンフランシスコ初のチョコレートでめっちゃ美味しいの。これ1枚ずつ売ってます。量り売りで売ってます。美味しそう、チョコ。ちなみにケーブルカーは片道8ドルで往復で13ドルみたいです。あのアプリで買って買えるみたいなんで、ちょっと使っちゃおうかな、悩み中です。ゴールデンゲートブリッジに行くのに歩くと1時間8分もかかるので、もうちょっとバス使います。普通にバスで行った方が早い。バスで行こう。バスに乗るんで、このムーミンっていうものか、ムーミンっていうアプリを使ってチケットを買いました。1個 2.5 ドルでした。このバスに乗って到着しました。ゴールデンゲートブリッジです。やったー。お、車の中、なんかね、車上荒らしがすごい多いらしくて、このゴールデンゲートブリッジでもお気をつけあれ。貴重品を持っておくといいですね。お土産屋さんだ。ウェルカムセンター、わーい、ウェルカムセンターだー。見てみましょう。あら、いい感じのお店です。かわいい、50周年のポスターだって。サンフランシスコは霧でも有名なので、スノードームじゃなくてフォークグローブになってる。なんか世界で一番多く人に写真を撮られている橋らしいですね。ここはもうね、高速の入場になってて、ここにカフェが一つあります。ラウンドハウスカフェっていうところで、もうそれだけですね。あとウェルカムセンターと土産屋さんがあって、お手洗いがあってって感じです。
車でも来れるし、まあ、ただし車上荒らしに注意。ピア39です。イエーイ。ここは、フィッシャーズマンバーグから歩いて来れます。なんかLA のサンタモニカに近い感じの雰囲気がしますね。ダック屋さんがあります。いろんなダックが売ってる。Thank you. Yeah, it's camera. もはや違う動物になってる。カンガルーじゃんこれ。かわいい。なんでもありだな。なんでもありですよこれ。なんでもありだよ。コーヒーを飲んで元気を取り戻しましたので、チャイナタウンに行きたいと思います。イエーイ。横断歩道もこんな模様がついてる。チャイナタウンです。中国行ったことないんですけど、こんな感じだろうなっていう。ざっくりした。なんだその感想。中華街ですね。横浜とかにもあるような中華街ですね。ここはなんか中国の方がいっぱいいるのかなと思いましたが、想像よりも観光客の人が多くて治安が良さそう。野菜とかも売ってます。ギラギラしている。すごいな、これがアメリカなんて。すごい不思議、異世界、異世界みたいです。このチャイナタウンすっごい大きくて、歩けども歩けども終わらない。お茶屋さんとかもあります。面白い。何でも売ってるんですねここにね。とか野菜みたいに売られてるわ。ニューホンコンレストラン。